無事に感謝していただきます。お願いします。一口ぐらい食えるやろ。なぜ配達の人たちは宅配ボックスに入れないのか。これは俺のすごい大きな謎なんですよね。宅配ボックスがついてるのに、ほとんど入れられた試しがない。今日ね、ごぼ天うどん作ろうか迷ったんですよ。きんぴらがなくなった。まだこんなにご飯があるのに。もう心配いりません。ごぼ天うどんを作りたかったんですけど、全部きんぴらになりました。
レンコンがあるんで、まだね。レンコンの、レンテンうどん。やってみようかな。レンテンうどん。唐辛子がいい感じで効いてんな。これね、ちょっとワイン、ちょっと開けます。お酒を開ける。俺の生活の中で一番、金がかかってんのは酒ですね。そこに行き着いた。ちょっと砂糖が足んない。でも、5枚言うの忘れた。なくたったらなくてもいいんですけど、なかったらなくてもいいんですけどね。楽しみたいっていうのは。ただ、こうやってお腹を満たしちゃえば飲まないんで、こう飲みたくなったらもう飯食ってお腹を満タンにして、それで欲を抑える。失礼。今日皆さん楽しい一日、安全な一日。一分一秒を大切に、残り限られた人生をたくさん地球のために使ってください。